思いっきりやるっていうふうに、まあ、スタッフの皆さん、まあ、チームメートの皆さんに言われてたんで、まあ、出た時はもう本当まずオフェンスというよりはディフェンスをアグレッシブにやるっていうのがレイクスのやり方っていうことで、ディフェンスからまずリズムを作って、まあ、得点もすることができたので良かったかなと思います。スリーポイントはそうですね、そのなりにいいパスもらって打たせてもらったんで、まあ、そこは思い切って打とうと思ってて、まあ、今ちょっとルーキーのこの間はちょっとそのディフェンスをルーキーらしくアグレッシブに頑張るっていうところで、やっぱスティールとかそういう泥臭いところにも注目してほしいです。リーグ戦は雰囲気も変わると思うんで、まあ、そこでもやっぱりルーキーらしくディフェンスからこうアグレッシブにリズムをつかんで、まあ、そこからオフェンスにもつなげていって、まあ、自分にちょっと得意としてるスリーポイントなんで、はい、スリーポイントディフェンスからリズム作ってスリーポイントをどんどん狙っていきたいと思います。